3人の活躍、神じゃない。マジで。岡本、ヘルナンデス、グリフィン。この3人の活躍が、本当に今日の試合の、本当にもう、なんて言うんだろう。その3人のおかげと言っても過言ではないと思うし、本当にやっぱり、ヘルナンデスのあのホームランね、素晴らしかったと思います。まあ全て素晴らしかったんだけど、特にあのホームランっていうのは、この試合振り返る上で非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました。スワローズ、ヤクルト対ジャイアンツの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まあね、僕がこのテンションということはね、ジャイアンツ勝ったというところなんですけども、非常にね、いい勝ち方というか、もう非常にね、点差はすごく開いてたわけではないんですけども、めちゃくちゃ気持ちいい試合ではあったんですよね。今日結果的に4対1というところで、勝利をしたんですけども、先ほど言いましたように、岡本選手とヘルナンデス選手と、今日ね、8回まで投げたグリフィン投手、この3人のね、活躍が非常に大きかったと思いますし、もちろんね、他の選手の活躍も大きかったんですけども、今日のヒーロー誰っていう風に言われると、一人じゃ選びきれないなっていう感じはね、すごくあったんじゃないかなっていう風に思います。じゃあですね、今日振り返っていく上で、ちょっと構成を発表していきたいと思うんですけども、まずちょっとね、得点シーンを振り返っていきまして、で、二つ目にですね、前日からのスタメンと比較しまして、どのような感じでオーダーが変わってるのかというところを見ていきます。で、三つ目はですね、僕が気になったところをできるだけわかりやすくね、アニメーションであったりとか、配球のチャートも使いながらちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。この3本立てでね、やらさせてください。じゃあですね、まず今日の、得点シーンね、振り返っていきたいと思います。はい、まずですね、先制したのはね、ジャイアンツでした。非常にね、これはね、大きかったホームランなんですけども、1回表ですね、2アウト1塁からですね、岡本選手のホームラン。これもね、ちょっと立ち上がりがね、やはりちょっと高橋奎二投手、ちょっとね、コントロールが乱れてたなっていうのがあったんですけども、そこをね、2ボールからかな。チェンジアップをね、決して甘いボールじゃなかったんですよ。甘いボールじゃなかったんだけど、左中間にぶち込むというところで、非常にね、素晴らしいホームランだったなっていうふうに思いました。はい。でですね、ちょっとゼロがバーっと続いていきまして、6回裏ですね。ここがめちゃくちゃ大きかったよね。すいません。6回裏、これはね、匠のホームランでしたね。すいません。先頭のね、北村匠、もともと僕、同期入団でね、同級生ですごく仲のいいね、北村選手ですけども、ホームランね、非常にね、ちょっと打ち方変えたのかなっていう、足の上げ方変えてたなっていう感じはね、したんですけども、非常にね、ファールを打ったんですけども、後で詳しく話していきますけども、ファール打った時からですね、タイミング合ってるなというか、間がうまく取れてるなという形があって、最後ね、追い込まれながらなんですけども、ホームランを打つというところで、今日ね、ヤクルト打線、非常にいい打線ではあるんですけども、なかなかね、グリフィンをね、打ちあぐねてたんですけども、代打で1打席で、それに追い込まれてからというところのホームランで、ちょっと北村選手ね、これはね、今後期待というか、出場機会とかも、どんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに僕思います。でですね、ここですね、1点を返されて2対1、ちょっと危ないなっていう感じになってる時にですね、7回表ですね、これワンアウト3塁からヘルナンデス選手のホームランですね、これが大きいんですよね。実はね、後で詳しく見ていきますけども、2打席連続三振してたんですよね。で、ちょっと今日どうなのっていうところ、あったんですけども、それをね、ピッチャーが星投手に代わって、それもね、いい影響があったのかもしれないですけども、それでね、ホームランを打つっていうところで、非常にね、このボールも簡単なボールではなかったんですけども、非常にうまくね、拾ったという表現がね、正しいんじゃないかなというふうに思うんですが、非常にね、ナイスバッティングだったな、というふうに思います。で、グリフィン投手もですね、非常にね、8回も投げまして、球数も少なくいきましたし、やはり変化球のコントロール、まっすぐもそうですけども、やはり、いろんなね、コンビネーションをね、使いながら投げてるんですけども、全然ね、フォアボールも1個だけしか出してないのかなっていうのがありましたんで、強力打線ね、今日ちょっとサンタナ選手がね、昨日のおそらくかかとの影響だと思うんですけども、出てなかったっていうのはありますけども、非常にね、強力打線をね、しっかり、抑えれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあですね、次ね、スタメンをこの辺ぐらいにね、ちょっと画像を出しまして見ていきたいなというふうに思ってます。はい。まずちょっとスワローズの方からね、今日のスタメン見ていきたいんですけども、1番、レフト西川選手、2番ライト増田選手、3番、セカンド山田選手、4番サード村上選手、5番、ファーストオスナ選手、6番、ショート長岡選手、7番キャッチャー中村選手、8番センター赤羽選手、9番ピッチャー高橋投手という風になってます。はい。昨日からの変更点とすれば、先ほど言ったように、サンタナ選手が今日ちょっと欠場しているというところがありまして、昨日ね、レフトを守ってた西川選手が、今日はね、昨日センターを守ってた西川選手が今日はレフトに入ってるんですよね。で、昨日、丸山選手がね、2番に入ってたんですけども、今日は増田選手がね、2番でライトに出てますと。で、サンタナ選手がちょっと欠場しておりまして、オスナ選手が5番に上がっておりますと。で、キャッチャーの中村選手が、昨日は8番だったんですけども、今日は7番に上がってる。で、代わりにセンターで赤羽選手が入ってるという形にございますと。はい。昨日は小川投手で、今日は高橋奎二という投手、というところで、非常に好投手が続くというところですけども、ジャイアンツがね、しっかり点を取っていけるかっていうところがね、見どころだったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ジャイアンツはですね、変わったところとしては、今日スタメンが、1番ライト、丸選手、2番セカンド、吉川選手、3番、センター、ヘルナンデス選手、4番、サード、岡本選手、5番、ファースト、大城選手、で、6番キャッチャー、岸田選手。7番、レフト、萩尾選手。8番、ショート、伊豆選手。9番、ピッチャー、グリフィンという風になってたんですけども、昨日と比較したら、今日はですね、レフトに、萩尾選手入ってましたね。昨日は、6番に立岡さんが入ってたんですけども、今日は7番に、萩尾選手、レフトで入っておりますと。で、岸田選手、昨日は、7番だったんですけども、今日は6番に、上がっていると。いう形です。昨日は戸郷投手で、今日はグリフィンというところで、非常にね、巨人の投手陣も非常にいいピッチャーをね、揃えてるんで、グリフィンもね、2軍から帰ってきてから非常にいいピッチが続いているというところで、今日のピッチングも見ものだなというふうに思っておりました。はい。じゃあですね、これから僕が気になったところであったりとか、こういうことがあったんだみたいなところをできるだけわかりやすくね、楽しく面白く伝えていきたいと思います。はいですね、まずですね、1回表、岡本選手がね、ツーランホームランを打った回ですけども、やはり先ほど言いましたように、高橋奎二投手のちょっとコントロールっていうところが、ちょっとアバウトというか、ちょっとコントロール悪いなっていうところがあったんですよね。で、ワンアウトから吉川選手にデッドボール当てちゃいまして、で、ワンアウト一塁からヘルナンデス選手は空振り三振取ったんですが、ここで、ヘルナンデス選手に対して、チェンジアップを最後投げてね、空振り三振取ったんですよ。で、そこを見て、今日チェンジアップはちょっといいのかなっていう感じはしたんですよね、正直ね。で、ツーアウト一塁から、これ岡本選手のホームランなんですけども、ちょっとね、画像を出しながら、見ていきたいと思うんですけど、これね、打ったのがね、なんとチェンジアップなんですよね。で、ヘルナンデス選手が空振り三振したボールもチェンジアップで、やはり、中村捕手とかからすると、やはり今日のチェンジアップ、ヘルナンデス選手がね、空振り三振したぐらいなんで、ちょっと状態いいのかなっていうふうに思ったと思うんです。で、それで、岡本選手に対して、チェンジアップ1球目いってボールになって、で、ストレートをいってボールになった。これがちょっともったいなかったなっていうふうに思います。これで、ワンオンワンを作れてたら、おそらくホームランなかったのかなと思うんですけども、ここでツーボールにしちゃって、チェンジアップでね、ちょっと取りに行こうっていう風な形になって、アウトコースのね、低めぐらいのボールだったと思うんですけど、別に悪いボールではなかったんですけども、それをね、多分ね、岡本選手狙い打ったと思うんですよね。多分、ストレートで、まんまと僕に、ね、勝負してこないだろうっていうところで、多分おそらく変化球に少しマークをつけてたんじゃないかなというふうに思って、それをね、アウトコースの低めぐらいのボールを左中間にぶち込むというところで、当たればもうえげつない打球打つなっていう感じはすごくしますと。で、僕これ良かったなと思うのが、このホームランの後なんですよね。そのホームランだと、すぐ、終わってしまったら、ちょっとね、味気ない感じはするんですけども、しっかりね、5番、大城選手が、ライト前ヒット打って、で、岸田選手もセンター前ヒット打ってというところで、チャンスをまだ再び作れた。ただ、筧選手がね、三振してしまって、点は入らなかったんだけども、そういう、なんて言うんだろう、丁寧な攻撃というか、ホームランバーンって打って、点入りました。あとは続きませんでした。っていう風に終わるよりも、ホームラン打った後も、しっかり続けましたっていう風な形になると、やっぱりヤクルトからの印象も全然違うんで、そういったところで、点は入らなかったんだけど、そうやってもう一回チャンスを作れたっていうところは非常にジャイアンツ良かったんじゃないかなっていう風に思います。はい。でですね、次ですね、3回表ちょっと気になりました。ここちょっと、ワンアウト満塁まで行って、萩尾選手が三振をしてしまうという場面なんですけども、ここも、ヘルナンデス選手が見逃し三振ね、2打席連続三振、珍しいですよね。で、ワンアウトから岡本選手をフォアボール出したんですよね。フォアボール出して、で、またワンアウト一塁から大城選手またフォアボール出したんですよ。で、ワンアウト一塁で岸田選手がこれセンター前ヒットを打ちますと。で、ワンアウト満塁になるんですけども、ここで、萩尾選手ね、先ほど、チャンスあったんですけども、まだ三振してしまうというところで、ちょっと2打席連続、3球三振というところで、ちょっとね、しっかり初球から振りに行ってるんですけども、ちょっと内容がね、どうなのかなっていうところがあったんで、途中交代したんですよね。そこはちょっとね、萩尾選手、外野の争いね、ちょっとこう厳しいところありますけども、ちょっとね、もうちょい結果を出してほしかったなっていうのが本音でありました。で、ツーアウト満塁から伊豆口選手のセカンドゴロで、山田選手がね、ファインプレーをして、点が入らなかったっていう場面なんですけども、そこをね、ちょっとね、ジャイアンツからしたらちょっと嫌な感じというか、点がね、もうちょい入ったらよかったのになっていうところなんですけども、食い止められるというところでございました。で、次気になったところですね、4回裏ですね、ここね、非常に若林選手ね、途中から入った若林選手がいい送球をしたという場面なんですけども、ツーアウトから山田選手のこれね、レフトへのツーベース打つんですよね。これね、非常にね、先ほどの1打席目も確かサードフライかなんかだったんですけども、昨日からね、非常に状態がいいなっていう感じはしてました。で、2塁で打ちますと。で、2アウト2塁から村上選手ね、フォアボール出しちゃうと。これも、警戒してでの、村上選手とオスナ選手、2人で1個アウトを取れればいいっていう形だったんで、そこで、3-2 まで行くんだけども、フォアボールを出しちゃうと。で、2アウト1、2塁でオスナ選手ね、今日5番に入ってるオスナ選手ですけども、レフト前ヒット打たれるんですけども、それをね、若林選手、先ほどね、萩尾選手が内容良くなくて、レフトになったよっていう話しましたけども、そこでしっかり、レーザービームね、ノーバンで、しまして、レフト前ヒットというところで、非常に、ここね、点を防げたっていうところは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、5回表、6回表ね、初めてこう、5回表かな ?5 回表初めてこう、ジャイアンツが三者凡退。で、6回表も、ジャイアンツが三者凡退というところで、この辺ぐらいから高橋投手がね、ギアがかかってきたなっていう感じはあったんですよね。で、6回裏、ここですね、北村選手のホームラン。非常に、古巣のね、ジャイアンツから打てたっていうのは、北村選手からしても大きかったと思いますけども、非常にいい間合いで打ててたと思います。ここでピッチャーで代打というところで、1打席にかける思いっていうのが非常に出てましたね。で、ストレートでストライク取られるという。で、2球目スライダーでファール打ったんですけども、このファールがね、非常にね、タイミング合ってるなっていう感じしたんですよね。で、スプリットでボールというところで、ワンボールツーストライクという形になって、先ほどスライダーでいい形でね、打ってるんで、岸田選手からしたら、ちょっと変化球危ないかなっていう形で、ストレートをインサイドに投げ込んだんですけども、それがね、めちゃくちゃ甘いボールではなかったんですけども、それをホームランというところで、北村選手の読みもそうですし、打撃の技術というところも素晴らしかったなっていうふうに思います。で、僕が気になった頃、最後ですね、7回表、ここ、ピッチャー、加山投手が出てきて、丸選手が2塁打を打ちまして、ノーアウト2塁から吉川選手のバントで、ワンアウト3塁というところを作りますと。で、ここで、今、2打席連続三振をしてる、高橋投手からね、してる、ヘルナンデス選手の時に、ピッチャー、星投手に変わるんですよね。結果的に、これをピッチャー、星投手に変わったっていうのが、もしかしたらホームランを生んだのかなっていうふうに僕も思います。で、ワンアウト三塁で、スライダーを1球目ファールしまして、で、2球目ね、ワンストライクというカウントからフォークボール行って、ストライクのボールではあると思うんですけども、それをね、うまくワンハンドみたいな、こう、ちょっと泳ぎながらホームランを打ったというところで、これはね、非常にね、変化球をマークしながら打ってる打ち方だと思いますし、やはりこの、セリーグなんていうのはね、特にね、パリーグよりも、ストレートの割合がちょっと少なめにあったりとか、いうふうなところは傾向でありますから、このヘルナンデス選手は、特に、ストレートもね、全然打ってるとは思うんですけども、変化球をうまく打ってるなっていうところが非常に印象としてあるので、やっぱりね、このワンアウト三塁というところで、なかなかこう、不用意にというか、あんまりこう、まっすぐで行くっていうのは難しいところではあると思うんで、そこでね、変化球が来て、しっかりそれを狙って打てたっていうところで、なんていうんだろう、狙いもそうですし、その打撃技術の高さ、っていうのは、改めてね、今日のこのホームランっていうのを感じましたし、もしかしたらこれ、高橋奎二投手がね、行ってたら、どうだったのかなと思うんですけども、回のね、頭から、北村選手にね、代打を出して、加山投手が上がってるわけなんで、そこで、星投手、ちょっと残念な結果になったのかなっていうふうに思いました。で、ですね、その後もですね、ホームランを打った後も先ほど言ったように、岡本選手がね、レフト前ヒット打って、大城選手がライト前ヒット打ってっていう形で、ホームランだけで終わらない攻撃っていうのがね、今日のジャイアンツ非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。で、ワンアウト一三塁から岸田選手ね、ライトフライで、犠牲フライにはならなかったですけども、そういうね、またチャンスをホームランがあって、ランナーがなくなってからももう一回チャンスを作れたっていうところは、ジャイアンツ非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、グリフィンのピッチングもそうですし、最後ね、3点差の中で大勢投手が9回出てきましたけども、そこでね、しっかりピシャリとね、抑えたっていうところも、好材料だったなと思いますし、やはりね、今日雨でちょっとこう、グラウンドコンディションが悪かったりとか、1時間ね、遅く始まったりとか、いろいろこう、イレギュラーなところはあったと思うんですけども、そこをしっかりね、グリフィン投手、特にこう、しっかりこう、試合に入れたっていうところも、素晴らしいところだったと思いますし、やはりそういったところで、選手のなんて言うんだろう、イレギュラーな事態に対する、対応であったりとかっていうのは結構ね、そういったところに出やすかったりするんで、グリフィン投手ですね、非常にそのイレギュラーな対応に上手い選手というか、例えばメンタルであったりとか、準備であったりとか、そういったところに、ルーティンであったりとか、そういうものを取り入れながら、非常にうまく試合に臨めた結果が、今日の勝利に、関わってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日、非常にいい勝利でしたし、明日以降もね、非常に、いい試合を期待していきたいと思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。